さあ皆さんこんにちはスノーボードの青木玲ですさあ今回もやってまいりました YouTube スノーボード大学の時間でございます本日のテーマはスノーボードのセッティングの中でも本日センターリングについてお届けしたいなと思います本日もどうぞよろしくお願いしますさあまずセンターリングもしかするとそのセッティングの中だと角度ああスタンサーバー おーはいはい知ってるよセンターリングセンターリングっていう方もいらっしゃるかもしれませんつま先かかとに対してどういうような位置づけをしますか例えば真ん中仮に真ん中っていう状態があったらその真ん中よりも少しつま先寄りにセットすることも少しかかと寄りにセットすることもできるんですねこれのつま先かかとの 調節をすることをセンターリングと言いますなのでセンターリングの調節をするとつま先もしくはかかとのエッジまでの距離これを調節することになっていくんですねつま先に近づけるってことはつま先のエッジに近づくことかかとに近づけるってことはかかとのエッジに近づいていくことっていう風うにそれぞれのエッジに 寄らせていくっていうのがこのセンタリングの調節になっていきます。でこれ横乗り左右非対称なのでど真ん中っていう考え方がやっぱり難しいかなと思うんですね。こっちにイラスト描いてみましたけれどもブーツの形足の形がこういう感じをしてるからど真ん中ってなかなかフィーリングとしては難しそうだなって思うんです。じじゃゃあど真ん中じゃないにしても つま先側に寄せといた方がいいのそれともかかと側に寄せといた方がいいのその違い、つま先に寄せるとどうなるか、かかとに寄せるとどうなるかの違いは把握していただくと、またご自分のセッター、セッティング、センターリングにも役立てていけると思うので、今日はその辺のお話聞いてください。で、センターリングっていうと、ああ、センターリングですね。あー、してます、してます。一応僕も自分ではやってますよ。 っていう方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、このセンターリングの考え方も人それぞれいろいろあるものっていうのがちょっとあると思ってみてください。で、僕はこのセンターリングはカービングをしやすくするためのセンターリングっていうふうに考えているセンターリングでございます。これ えー、エッジを使わないでオーリーとかボードがフラットな状態で遊ぶパークです遊ぶ人たちのセッティングのセンターリングっていうとセンターリング調節するってことはつま先かかとまでの距離を調節するんだからエッチングのフィーリングがより良くなっていくように調節しようねっていうスタートをまず切らせてください。 そうするとこの一番よく見かけるセッティングの作り方センターリングの作り方が板の上にこうやってブーツを置いて脳からこうやって見てみてつま先側もうかかと側もうはみ出してないないよしじゃあセンターリングできたっていう風にまずブーツで見たそのまんま調整するっていうパターンでやる方が多いかなと思うんです。 つま先もかかとも出っ張ってないんだからセンタリング OK じゃあこれで取り付けようこれだと出っ張りがないからもしくは出っ張ってるにしても同じぐらい出っ張ってるから出っ張ってないにしても同じぐらい出っ張ってないから均等に見えるからいいんじゃないこれはエッチングのためのセンタリングとは言えないなって思うんですこれそもそも ちょっと気にしてほしいんです足の裏をこの足の裏を気にしてほしいんですけどもかかとに体重かけてって言われたらかかとに乗ってるのって非常にわかると思うんですねかかとですかかとですこの赤丸つけたかかとです、はい、今度つま先に乗ってって言われるとこれが指グッて力入れれば先っぽに乗ってることもできるんですけどそれって指の力グーって入れてないといけないのでちょっとグラグラしたり疲れるなっていう感じもあると バランスよくつま先側にってなると指先じゃなくて指の付け根あたりもっと極端に言うと親指の付け根の母子球あたりに自分の体重がドスンって乗っかってる時が結構バランスよく立ってられるっていう乗り方じゃないかなと思うんですね。そうするとヒールサイドへのかかとのバランスの良さはかかとで良かったけど。 トーサイドでのバランスの大きさは指先じゃなくってこれのことを体重がかかるポイントになるのでかかとの荷重ポイントはかかとだけどヒールサイドの荷重ポイントはかかとだけどトーサイドの荷重ポイントは指の付け根あたりだよねっていうのが厳密に体重が乗ると起きてることかなと思うんですね。 その体重が乗ってる要は荷重されてるっていう状態でしっかりエッジングして鋭いカービングしようよってなったらこの見たまんまでセンターリング調節するとヒールサイドはかかとの下にもヒールエッジがあるのでものすごいヒールエッジが近い感じがするんです。 反対に、ーサイドは、指先は、面は合ってるんだけど、本来体重かかる場所が指の付け根あたりなので、ちょっと遠いな、よっこいしょっていうような感覚になる、この矢印の距離感が出てくるんですね。要は、全然違うポイントに乗ってるようなフィーリングがしてきます。じゃあ、この荷重ポイントを エッジまでの距離要はこの矢印とこの矢印が同じような矢印になるようにこのブーツ自体が板とのバランスでセッティングされてればいいなっていうのがこちらのイラストでございますつば先じゃなくて指の付け根あたりからエッジまでの距離かかとは面は合ってなくってちょっとかかとは内側にあって この母子球からつま先までの投影値までの距離と同じだけ内側にしまったところに置いといてあげるとこの荷重ポイントでセンターリングを調節した具体的には指の長さがある分ちょっとつま先側に寄せておきましたっていうのが この荷重ポイントから調整しに行くセンターリングかなって思うんです。そするとこのセンターリングが整っていると荷重ポイントからエッジまでの距離がつま先もかかとも同じだから均等に近しい、均等に近しいフィーリングでエッジングに入っていける、ターンに入っていけるなって思うんですね。もちろん横乗りだから全く均等とは言わないです。言わないですけれども同じタイミングで、お、エッジ噛んだっていうのは結構 テクニックを作っていく上ではメリットが大きいなって思うんです。反対にこっちはトーサイド、あかんだ、ヒールサイド、お、カマだっていう風に、トーサイドは遠いけどヒルサイドものすごく近いっていうようなセッティングになりやすいので、ヒルサイド近いって言われるとちょっとメリットに聞こえるじゃないですかね。これはターン前半はメリットなんです。近いから、カムからね。でもそのままグーって後半は立てたいなって思うと、 近いから抜けちゃうんですよね。その反面、かかとよりもちょっと出っ張っててくれた方が食い込んでくれるので、そういったフィーリングが取りやすいなって思うんです。で、このセッティングを作るには、自分の足の幅よりも、板の幅がまずしっかりあってねっていうふうに、結構足のサイズと使っているボードの幅、この兼ね合いに寄ってくるんですね。なので、これがうまく取れなかった場合、 この真ん中のイラストのように赤い方はつま先側に寄せてるパターンです。緑の方はかかと側に寄せてるパターンです。これ、かかと側に寄せると母子球、指の付け根からかかとに寄せる分さらにここのエッジが遠くなってかかと側はむしろかかとに寄せちゃったからね、ここよりも。 かかとのエッジよりも外に要は見た目でブーツがエッジよりも板よりもはみ出してるよそれううとえブーツの内側にエッジがあるよっていうふうにもう全然違うような状態が足元に出来上がってしまうんですねなのでまず極端に足が大きい人じゃなければかかとに寄せるっていうのはやめた方がいいと思います むしろつま先に寄せて指の長さ分均等を取るためにちょっとつま先に寄せてあげましょうでもこれつま先に寄せすぎて出っ張る量があるっていうのはまた板立てた時に引っかかるデメリットにもつながるのでこのつま先の方に寄せた方がいいんだけれども出っ張りすぎないようにしましょうねこれどうしても寄せたいけど出っ張っちゃう人は角度を前に振ることによって出っ張りを逃がすか この乗ってる板の幅をもう少し持たせてあげるか可能であればブーツサイズをもう1個下げても大丈夫な人は迷ってるんだみたいな人は絶対これブーツサイズちっちゃい方がこのエッチングのフィーリングはとってもコントロールしやすくなるのでこういった部分でうまく調整してこの矢印ですね自分の体重がかかるべきポイントから エッジまでの距離感が似たようなフィーリングで感じられると同じようなエッチングがトーサイドもヒールサイドも作り込んでいけるなって思いますので是非ともこのセッティングごめんセッティングの中でもセンターリングっていうものをつま先かかたそれぞれからエッジまでの距離の調節だからエッチングが大好きなカービングが大好きな俺はセンターリングとにかく重視した方がいいんだなっていうふうに 思っていいただけると嬉しい限りです足が大きいからなっていう人は板の幅をもう少し広げてあげるそういったことも可能です。もしくはちょっとちょっと角度を前に逃がしてあげるっていうのもありかもしれません。この辺できる範囲内で構いませんのでこの辺のお話がうまくフィットするようにセッティングもう一回このセンターリングも考えてみましょう。それではまたスノボーダーダの 青キレイでした。